A5401CA はカシオ計算機が開発した KDDI 及び沖縄セルラー電話の AU ブランドの携帯電話である。ここではマイナーチェンジモデルである A5401CA2 についても記述する。AU としては初となるメガピクセルカメラを搭載した携帯電話で124万画素のプログレッシブ CCD カメラを搭載している。 デジタルカメラを製造しているメーカーであることを活かし、一つの画面を左右二つに分けて撮影できるカップリング撮影機能や横幅を広く取ったパノラマ撮影機能などが搭載されている。また、液シフプリントに対応したプリンターで撮影した画像をプリントアウトすることが可能である。なお、クベが液晶や外部メモリー用のスロットを搭載していないが、au では価格や 大きさなどに影響が出るため今回のモデルについては採用を見送ったとしている。同年9月29日にはマイナーチェンジモデルである A5401CA2 も発表された。当時の可視用性端末としては珍しく女性ユーザーを意識したデザイン及びカラーリングとなっている。AU、ムービーメール対応の5機種を 発表2003年5月14日カシオと、日立は2003年11月に携帯事業において、カシオ日立モバイルコミュニケーションズを設立することを発表しており、その影響とみられる。ありがとうございます。